村上隆、村上隆、村上隆、1952年2月19日帯は、日本の小説家、映画監督、脚本家。血液型は、O 型。長崎県佐世保市出身。武蔵野美術大学在学中の1976年、麻薬と、セックスに溺れる、自堕落な若者たちを描いた、限りなく透明に近いブルーで、群像新人文学賞。 および芥川龍之介賞を受賞。ヒッピー文化の影響を強く受けた作家として、村上春樹と共に時代を代表する作家と目される。代表作に、コインロッカーベイビーズ、愛と幻想のファシズム、ふんの世界、希望の国のエクソダス、半島を出よなど。約18年間、芥川小選考委員を務めていたが、第158回をもって退任した。自身の小説をもとに、 映画制作も行う。1999年により、日本の金融、政治経済関連の問題を考えるメールマガジン、JMM を主催、以後、暗部に潜む、政治経済関連の問題など、時事報道に対して、コメンするなど、分断以外の世界にも、積極的に関わっている。長崎県佐世保市に生まれる、本名は、村上龍之介で、これは、 中里海山の小説、大菩薩峠の主人公、つくえ隆之介にちなんだもの。父は美術教師、母は数学教師であった。佐世保市立三船小学校、佐世保市立光海中学校を経て、1967年、長崎県立佐世保北高等学校に入学。翌年、佐世保校にアメリカの原子力空母エンタープライズが入校。 この際の範囲をよぎ形、全学連の入校阻止運動に感動する。高校在学中は、ロックバンドを結成し、ドラムを担当。その後解散し、ラグビー部の過酷な練習のためから退部をして、新聞部へ移る。三年生の夏、高校の屋上を仲間と共に、バリケード封鎖し、無期謹慎処分となる。三ヶ月に及ぶ謹慎期間中、ヒッピー文化に出会い大きな影響を受けた。 1971年佐世保北高校を卒業、それに前後して、再びロックバンドを結成し、文化会館を借りて、ロックフェスティバルを行ったほか、8ミリ映画の制作や劇団を作って活動するなどした。この年の春に上京し、現代視聴者の主催する美学校のシルクスクリーン科に入学するも、半年で大学、同年10月から1972年2月まで、 米軍横田基地に近い福生市に住んだ。1972年、武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン科入学。この頃より、福生での体験をもとに小説を書き始める。1976年、基地の町で麻薬と乱行に明け暮れる若者の姿を描いた、限りなく透明に近いブルーで、第19回群像新人文学賞を受賞。同年第75回。 芥川龍之介賞を受賞し、衝撃的なデビューを飾る。芥川賞選公会では、評価がまっ二つに分かれ、文壇でも、奥の竹を、大岡信が評価する一方、江藤敦、柴田連三郎は、題名が日本語になっていない、限りなく透明に近ければ色などついていないはず、筒井康隆、乱れ打ち特殊ノの音として批判するなど議論を呼んだ。 最終的に、吉行淳之助が放った、因果なことに才能があるの一言が、樹の決め手となった。同年、エレクト音奏者の女性と結婚、男児を設ける。大学を中退した後、本格的な作家活動に入る。1980年、コインロッカーに遺棄された孤児の破壊衝動を描いた、コインロッカーベイビーズで、第3回、ノマ文芸新人賞を受賞。以降、 自伝的作品である、69-69、日本を弱肉強食型の社会に変革しようと、目論む秘密結社、狩猟者の戦いを描いた、愛と幻想のファシズム、共に1987年、SM 上を過激な性表現で描いた連作、トパーズ、1988年なお発表、小説執筆の傍ら自作の映画化に取り組むなどの活動を行う。 パラレルワールドの日本を描いた5分後の世界1994年第30回谷崎純一郎賞候補などを経て1996年69の続編である村上流映画小説集で平林太鼓文学賞受賞同年女子高生の援助交際を描いたラブポップを発表アニメーション監督の安野秀明が実写映画化した 1998年、サイコホラー風の作品、インザ味噌スープで、読売文学賞受賞。1999年により、金融、経済を中心に論議する場として、メールマガジン、JMM を主催し、編集長を務める。同年、バブル景気の対応を批判した絵本、あの金で何が変えたかを発表。以降、経済、社会問題に対する議論に、 積極的に関わるようになる。2000年、引きこもりの青年が戦争に魅了されていく様を描いた強制中を発表第36回谷崎純一郎賞受賞。同年発表した希望の国のエクソダスにおいても同様にインターネットが重要な役を果たしており、日本社会に希望を失った中学生たちがインターネットを通じて新たな 社会システムを作り上げていく様を描いている。2001年、未だ世界各地に埋没する時代の除去費用寄付のためにと友人である坂本隆一の呼びかけで結成されたチャリティーグループ NML の楽曲、ゼロランドマインの歌詞の日本語訳を担当する。2003年、中学生へ向けて働くことへの興味を促す目的で13歳のハローワークを発表。 2005年には日本への北朝鮮侵攻を描いた半島を出よう発表第59回毎日出版文化賞第58回野間文芸賞を受賞した2010年11月5日電子書籍を制作販売する新会社 G2010G2010 を設立2011年歌うくじらで毎日芸術賞受賞2013年には G2010 から新たに電子コンテンツブランドとして村上流電子本製作所を立ち上げた。村上は様々なエッセイ等を通し様々な社会現象に対する発言を行っている。映画、半島オディオが韓国でコインロッカーベイビーズがアメリカにおいて映画化の予定。テレビドラマ、ラジオドラマ、舞台。ゲーム。 1999年から始まった村上龍が編集長を務めるメールマガジン。2012年1月現在、発行部数約10万部。金融、経済分野に比重を多くが、東日本大震災関連情報、不定期、天災、海外レポートも配信。執筆者は山崎元、真壁昭雄、土井武郎、霊勢昭彦など金融。 経済の専門家が常時十数名おり、その他、過去の執筆時には振舞いよしこ、シュング、アンヨンヒなどがいる。書籍家、電子書籍家、レーゼ彦アキヒコもされている。毎週月曜日に村上龍、金融経済の専門家たちに聞くとして、村上からショートエッセイと新たな質問が提示され、次の質問が出されるまでの一週間に聞こうかが、 回答を寄せる構成になっている。2006年から始まったスポーツ、韓国映画、時事問題をテーマにしたインターネットによる映像配信。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。